皆さんこんにちは、コーダです。ということでコーダのマインクラフトバイクラやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、でですね、パート18かな、18の時にマインクラフトの動画を、まあ、10分前後にするって言ってたんですけれども、やめますまず皆さんのコメントで10分は短すぎるともっと見たいっていうコメントがね、すごいあったっていうのと、あと自分自身もその編集の時にね10分に縮めるのが大変すぎたわということで、まあ、マインクラフトはね、マリオメーカーと違ってもうちょっとゆったりね、まったりとして長くねやった方がね、もっと皆さんも見やすいのかなと思いますし、やっぱりね、オープニングが僕のマインクラフト だといい味を出してると思うんだよ。だからこのオープニングをね、あんまり潰したくないと思って、やっぱり、マインクラフトは何分かな、まあ、30分は長いと思うけど、まあ、20分とかね、それぐらいをね、うん、時間に縛られないでね、はい、収録していきたいなと思いますので、よろしくお願いしますっていうのをちょっとまず先にね報告したかったんですよ。もう一つ、今いつも僕ビデオカメラでこの顔とかを撮ってたんだけど、ちょっと今日ね試しにいつも使ってる iPhone7 でちょっと今回動画を撮ってみようかなと思ってるんですよ。なのでもしかしたらいつもとちょっと違うかなみたいな、まあ本当であればまあ良くなってるのが一番なんだけど、なんか顔色悪いなとか、なんか後ろの観葉植物がなんか汚く見えるなとかだったら、ちょっと前のビデオカメラに戻しますけども、まあでもね、4K で撮れるカメラですからね、もしかしたらビデオカメラよりね数十倍いいかもしれない。てか僕基本マッカーなんで、はい、マック大好きなんですよ。だから iPhone 好きだし、今使ってるこれもね MacBook だしね、これはエレコムだけど全然違うけど、ということで、今日は iPhone で撮っていきますっていうお知らせでしたはい、それでは、やっていきましょう。いつも通りね、オープニング長くなっちゃいましたけども、はい、それでは、マインクラフトやっていきます。はい、何回言うんだ、マインクラフトやっていきます。はいやっていくんですよ、マインクラフト。何、マインクラフトやらないでほしい？いや、そうは思ってないよねマインクラフトやっていきますんで、はい、やっていきましょう。マインクラフト、マインクラフトですよ、マインクラフト。はい、シングルプレイ。はい、でね、前回なんですけれども、読み込みすげえ遅かったじゃん、この地形の読み込み。だからもうなんか自分がパラレルワールドにいるみたいな感じになったんですけれども、でその後ちょっといろいろ調べて、まあ新しいね、Windows のパソコンでも買おうかなとか思ったんですけど、前回ねちょっと画面の撮り方が違ったんですよ。画面サイズもちょっと違ってたじゃないですか。まあ前回と前々回見てくださった方はちょっと知ってると思うんですけれども、なのでそのせいでもしかしたら読み込みが遅かったのかなっていう可能性もあるので、まあ今回は大丈夫かなと思って一度、はい、いつも通り撮ってみたいなと思います。で今回ももしダメになったら、それからもう一回改めて考えます。それでは今日なんですけれども、早速桜の木を作っていきたいなと思います。そうですよ皆さん、春ですよ、春になりましたよ、入学シーズン、入社シーズン、いろいろありますけどもね、はい、桜が咲き始めて、この動画をねもう投稿してる時には満開になってるんじゃないかなと、もしかしたらもう桜散ってるかもしれないけどまあまあでもね、桜のシーズンということで今日は桜の木を立てていきたいなと思います。どうやって桜の木作るかというと、前回ね羊毛にピンクの塗料を合成してピンク色の羊毛を作ったんですよ。でそのピンク色の羊毛を桜に見立てて桜の木を作りたいなと思います。はい、これが桃色の塗料ですね。で羊毛が結構あるよね。はい、これ白色の羊毛、灰色の羊毛とか使っちゃおうか。でまあこれ全部別にする必要ないとは思うんだけど、とりあえず、はい、あ、待って、これだとなんない、ほっ、あ、白色じゃないダメなんだ、へえ。まあいいや、じゃあこれで33作った。あと必要なのは木だよね。と桜の木だとオークの原木でいいのかな。オークの原木でまず作ってみようか、試しにね。さてどこに桜の木を作ろうかな。やっぱここかな、ここら辺、ここら辺、ここのさ、入ってきた時すごい寂しいんだよ、なんかこの門がね、なんもないしね。だからちょっとここに作ろうか、ここに桜の木作ろう。 OK、 じゃあもうパパッと作っちゃうよ本当に。え、マジで今回3分ぐらいで桜の木作れるんじゃないか、そんな簡単じゃない。んでだってさ、これでさ、こうやればもう桜の木っぽくない？へえ、安直かな。いやでもそうだよ、マインクラフトは別にね、正解はないんだよ。まずはね、作ってみるべき、何でも。しかし羊毛が足りないな、これ多分な、絶対なでもこうパラパラってした感じに作ればいいんだから、こうなんか上に立てたいんだよな。ちょっとここら辺の拾おうか、砂を拾ってよいしょ。やっぱ羊毛必要だよなこれな、全然もっと必要だよね。ここら辺ちょっとこう
こういう感じでさ、ほらこれ互い違いにやってけばいい感じに見えるんじゃない？意味わかる、意味わかる。だからここを削るじゃん。あ、ほら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 。だからどういうことかというと、今俺ひらめいたぞ。ピッキーンってひらめいたよ。うん、だからこうやって、よいしょ。ここに羊毛を。んで、待ってね。ちょっと一回乗って、なんだ、互い違いって難しいな。詰まるところどうすればいいんだ？ほい。で、ここは、いて。待って待って。互い違い、互い違い。よし。だからここを削るじゃん。だこういうことだよね。こういうことだよね。はい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 。ほら、なんかぽくない？ぽくない？ほら、桜っぽいよ、桜。よいしょ。あら、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。なんか、思ったより悪くない。下。で、あとはちょっと重ねていくよ。ちょっと。ほい、ほい。うん。なかなかいいと思う。なかなかいいと思う。ほい。だからここが違うんだよね。ここ取るじゃん。はいはい。そんで次に互い違いだから、この穴を開いてるところに羊毛をやっていかないといけないんだ。こういうこと、こういうこと。ほほ、あ、じゃあそこじゃない、そこじゃない。いや、こういう組み立てるのが早く上手くなりたいな。もうささっとね作れるようになりたい。よいしょ。あ、おっとっとっと。はい。でここに置く。だここで一回一囲いしちゃえばいいんだ。と囲いして、んでここを削るじゃん。はい。でここ削るじゃん。んでここ削る。 OK。 でここもほい、よし。でここ削る。いいね、いいね。でここ削ると、 OK OK。 え、素敵やん、とても素敵やん。はいはいはい。んで次に、じゃあこの上に置くから、ちょっとこういう感じで、こういう感じで、ほっほっほっ、待って、閉じ込められる。ほっほっと。で、この、ここを削っていく。よし。ほっ、よし。ほっ、よし。ほっ、よいしょ。OK。どうなんだろう。ちょっと外から見てみようかな。これだとどんな感じ？よいしょ。しょっぽ、なんだこれ。なんだろう、いちご味のキノコの山みたいになってるけど、あー、ちょっとこれ桜とは全然違うな。して、多分ここがまた一個足りないんだよね。こうだよね、普通ね。ちょっと待ってよ、どうやったらもっと桜っぽくなる？高さがまず足りないんだよね。っていうか桜ってもっとさ、こう斜めじゃなくてふわーってなってるイメージだよね。ふわーって。ここら辺にもピンクがあっていい気がする。そうだ、それだ。だから詰まるところこうあっていいんじゃないの？でここ削って、おお、違うね、こうじゃない気がするな。なんかあれだな、角消しくんみたいだな。ほら、角がいっぱいできる消しゴムあんじゃん。あれだよね、完全にね。ちょっと違うな。一回夜になったんで寝に行きましょうか。雰囲気でもね、まあまあまあ、このピンク色は本当に桜色っぽいから、そこはね全然いいんだけど、どうかな、形だよね。してこの後羊毛が多分足りないよね。足りないんで、羊毛をもう少し取りに行きましょう。じゃあ先に羊毛取りに行こうかな。ハサミゲットしてきます。よし、ハサミゲット。じゃあ羊をいっぱい飼ってこよう。いやー、どうやれば桜っぽいのかな。でもまあまあ、これがもうちょっとあれば桜っぽく見える。まあいいや、ひとまず羊を飼ってこよう。よし、直近。あ、間違った、ごめん。直近。オッケーオッケー、殴っちゃったぜ今。直近。OK。 直近。はい、直近。まあ15個集まったんでこれぐらいでいいかな。じゃあ戻りましょう。よし、じゃあ今持ってきた白色の羊毛もピンクの塗料で変えちゃいましょう。ほい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 と。よし、これで12個か。まあまあ、ピンクの塗料がなくなっちゃったか。
まあいいや、多分足りるでしょう。よし、さあ再開です。やっぱり桜の木ってなんか四角い感じするよね。斜めっていうよりかはしっかり四角な気がするの。だからこう斜めにこの柱に対してダイヤモンドな形になったけど、じゃなくてなんて言うんだろう、こういう感じの方がいいんじゃないかなって思うんだけど、わかるわかる。よいしょ、これでほら、これが真下の感じ。あー、こっちの方がなんか桜の木っぽいな。これでいこっか。うんうん、いいね、いけるね。大丈夫大丈夫。よし、じゃあここはこれで、おおで、ここ削る。はい、でおおで、ここ削る。おおおおで、ここ削って、ここ削ると。オッケーオッケー。やっぱりね、なんかね、四角って和な感じしない？それに比べてダイヤモンドとかさ、ダイヤモンド、台形とか三角形とかはなんか洋な感じがする。わかるかな、この感じ。俺だけの感覚かもしれないけど、あ、違う、ここが違うんだ。ここが違くてこうだ。でここ開けると、よし。なんとなくいいんだけど、やっぱりな、こうなってくるともうちょっとピンクの羊も欲しいんだよな。素材が足りない。4つだ、4つじゃあと桜は再現できない気がするんだよな。微妙。いや、桜の木ってこんなんじゃなかった気がする。いや、そもそも羊毛がちょっと足りなすぎるか。ちょっとここ取ろっか。やっぱりここ一つずつ取って、でもこれ最初に戻っちゃうか。これどう？ちょっと今変えてみたんだけど、ちょっと桜の木っぽい？なるほど。何が違う？上にもうちょっとあれば桜っぽく見えるのかな？もう一段じゃあ上やってみる？よいしょ。やってみよう。ほいほいほい。だからここら辺に、はいはいはい。おっとっとっと。で最後に、かな、これだとどう？これで外から見て桜の木っぽかったらいいんだけどな。どうかな。いて、ほい。あー、まあ悪くないっちゃ悪くないけど、まあ桜だよって言っちゃえば桜な気もする。ってぐらいだね。はい、ちょっと中が空洞なんだよな。そういえば中にちゃんと木を入れたい。よいしょ、ほい。そっか、木が見えてないからだ。ここにこうやって木が見えてればちょっと木らしさが出るんじゃない？そんなことない？どうよどうよ。あ、ダメだ、全然ダメだ。あ、そう思うとここあと4つ、ここら辺だけでもあと囲いたいな。絶対こっちから見た感じいいと思うよ。あ、よくねえや。あ、なるほど。ちょっと待ってよ。ここ最後上のところをここじゃなくてここに変えてみたらどう？多分これだといい感じになるんじゃないか。ちょっと変かな。え、ちょっとこれで見てみよう。これでも悪くないっちゃ悪くないんだけどね。桜ですって言っちゃえば桜だよな。まあいいや、今回の桜はこれで我慢しよう。ちょっとね、なんだこれってなっちゃったけど、まあ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 いいでしょう。はい、これが僕の最初の桜の木です。OK。 さあ、桜の木も作りましたんで、まあ、できればここの下らへんにね、草を生やして花見をできるスペースにしたいなと思った時にね、そういえば草ブロックどうなったってちょっと、はい、今回の確認をしてみましょう。おお、生えてきてる生えてきてる。お、ええ、こっちめっちゃ生えてんじゃん。うわー、来た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 。イエイイエイイエイ、来てる来てる。ウェイ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 。あともうちょいあともうちょい。あー、嬉しい嬉しい。これ本当にどん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 これ草が侵食してるね。ありがたいありがたい。そう、そしてね、一つちょっと聞いた情報によると、ここにね、あの柵があるじゃないですか。でこの柵があると草ブロックが侵入していかないんだって。だから残念ながら一回ですね、柵を消したいなと思います。綺麗にね、まずはしっかり、草ブロックが広がっていくように、ここ全部一回なくします。すいません、まあ、まずは草ブロックがね来てくれることが大事なんで。よし、
で、ここの水もね、謎だったんで、ね、全く効果なかったよね。なので、これもね、はい、埋めちゃいたいなと思います。ほっ、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 水よ、さらば。オッケー。よし。はい、これでまっさらになりましたね。んでね、もう一つね、今回ちょっと終わる前にやりたいことがあって、この松明あるじゃないですか。この松明を柵外の場所にも、もっとね、広く松明を置いていきたいなと思います。そしてちょっと夜になった時に、結構近くに敵がね、出没しちゃうんで、この、柵の中だけじゃなくて、柵外ですね。はい。一回ちょっと外出て、で、ここら辺にも、はい、バババってちょっとまず、もうちょっとね、安心して眠れる村にしたいから、ちょっと置いておきたいなと思います。で、せっかくね、ここ、ほら、道っぽくしたからさ、このね、ところにもね、ちょっと一個ずつ置いていこうかな。ここはじゃあちょっときれいに置いておこうか。1、2、3、4、5。オッケーオッケー。あー、そしてこの溶岩だ。この溶岩をちょっと、一回危ないんで、埋めたいなと思います。土でいいかな。怖いもん。本当に。よいしょ、よいしょ。めちゃくちゃ怖い。ほい、ほい。大丈夫ね、土溶けたりしないよね。いやマジでね、こんな村の近くでねマグマダイブすると思わなかったからね。うわ、ここめっちゃ深い。待って、土じゃ足りねえな。ほい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 、ほ、よし、埋まった、マグマ埋まったぞ。はあ、ここ危なかったな、本当に。よし、ちょっと後でもうちょい綺麗にカバーリングしときますね。うん、さあ、ここも松明置いとこうか。よし、オッケー、いっぱい松明置いた。はい、ということで今回は桜の木っぽいものを作りました。来年はもうちょっとうまく作れるように頑張ります。まあね、ビフォーアフター必要だからね、来年の桜の木はもっと綺麗ですよ。徐々にね、グレードアップしていくんじゃないかなと思いますんでね、今後ご期待ください。っていう来年の僕へのプレッシャーをかけてみる。あ、そういえばさ、ちょっと体スリムになったの気づいた？今なんかデフォルトサイズとあとはスリムサイズって2つのスキンが選べて簡単に変えられたんで、スマートな方にしていました。まあよーく見れば確かにスマートになったなと。ということで今日の問題、今日の問題はこちら。1年に1度しかないのに1日だと2度あるものなんだ。5、4、3、2、1。はい、ということで正解は地でした。はい、地というね、字がね、はい、1年には1度しかないけど1日には2度あるよね。っていう謎々なのかな。はい、ということでチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、次回のバイクラも楽しみにお待ちくださいませ。ではまたね、グッバイチャー。